おはようございます。今日3月7日月曜日です。今日からね、今日からじゃない、最近こっちゃんも朝トレに参加してます。ジョギングスタートです。こっちゃんに合わせてあげて。こっちゃんはまだジョギングが苦手なので、ちょっとスピードゆっくりめですが、まあ、疲労抜きのジョギングにはちょうどいいですね。昨日は、東京マラソンに行って14キロ地点ぐらいのね、茅場町付近で応援してました。でトップ選手から、いや車椅子部門トップ車椅子部門全部とトップ選手から一般ランナーまで、ちょっとその後横浜の方に向かわなきゃいけなかったので、1時間ぐらい、ビデオ撮影して横浜の方に向かいました。横浜青空マラソン親子の部で1位。ちょっとレベルが違う大会というか速い子がいませんでした。ちょっと2位との差が1分近くありましたね。で、それ終わった後にパパは一人で5キロの部、自己ベスト出まして、2位でしたね。また青空マラソンは入賞すると次回無料券がもらえるので、また次回の大会も出たいと思います。昨日の 1.25 キロちょっと感想を聞いていきたいと思います。昨日はお疲れ様でした。はい、昨日の大会どうでしたか。600メートルぐらいかな、両方の脇腹が痛くなってきて、きつかったです。きつかった。タイムは何分だったんですか。4分39秒。え、4分30じゃなかったっけ。4分30歴代記録。いや、4分29秒だった。歴代記録まであと2秒。惜しかったですね。まあ、またあそこの大会走ることがあれば、多分歴代記録抜けますか。多分抜けると思います。歴代記録。昨日は東京マラソン見に行きましたけど、東京マラソンいかがでしたか。50メートルぐらいついて行ったんですけど、9割ぐらいのペースで走ってました。1キロ3分ペースはそんなもんですね。将来ああなりたいですか。はい、期待しましょう。で、ちなみに1ヶ月後ですね、次の大会は何でしたっけ。五色桜マラソンです。足立五色桜マラソン1キロ親子の部で、目標は3分20秒。あと1ヶ月は3分20秒で走れる練習をしていきたいと思います。ちなみに来週の日曜日は
グルメラン。はい。日本橋の方まで走って、その後ゴールは築地で。築地で。美味しいもの食べて帰ってきます。でちなみにその次の日曜日が日光。日光。キャンプ。トレーニングキャンプ。日光のね、あの1キロぐらいある坂を。ちょっとね、駆け上がるようなトレーニングをしていきたいと思います。またその時の動画はその時あげたいと思います。はい、毎日動画を投稿しますので、気に入った方はチャンネル登録、コメントお願いします。